なんだこれ。なんかやばい音なってる。円満ライフもう疲れた。円満ライフも疲れた。Thank you.
番の時間、待ってました。待ってあった。ありがとうございます。いや、最近なかなか忙しくて、まあ、嘘ですけど、なんかでも、最近薬をやってないんですよね。それで、もうなんか、なんか天板ライフをやる、なんかタイミングを逃していた。薬イコール鍵盤ライフっていう流れがあったんですよ。薬やばいやつね。やばいやつですね。薬、風邪薬ですよね。普通の風邪薬です。彼は、何を彼はイメージしているんだろう。ツイッターで見たこととかが、こう、もう無の境地に入ると、全部ごっちゃになって、この世界って感じで。もう、自分の作戦とかがないんですよ、僕はね。すると、ここに出てくるっていうのが面白いですね。自分の作る曲なんかつまらんですから、みんなが作る曲で音楽をやってますよ。さっきだね、確かに。いや、でも1週間ぶりくらいじゃないですか。多分ね、そんなに経ってないぐらいです。多分。
ああ、すみません、長々と。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです、幸子さん。なんか嫌だな、このヘッドホン嫌いなんですよね、ダサくて。まあでもね、普段はラリって言ったらこんなことには気が向かないというか、どうでもいいんですよ、ダサい。考えてない。じゃあここで原博さんの、12も全奏曲と9が開く聞きます。これは全音楽譜出版社からちゃんと、なんだこれ、ラリってるみたい。映像がラリってる。ほら、これ俺がラリってる時が近い。こんな感じです。ひろし、原。そうそう、こんな感じですよ、いつも。とうとうコンピューターが俺に追いついたか。12の前奏曲と風がって書いてあって、まあ今日はまあここまで勉強したんで、ローマ数字が読めない。 XVIII です。18かな。これをThank you.
悲しすぎるって感じの曲なのか、多いっていうか、バッハのやり方っていうか、をそんなに逸脱してないんですけど、なんか、裏バッハって感じの一つ。なんか難しかったです。全然練習してなかったから。最初の前奏曲だけちゃんと練習したんですよ、さっき。フーガはなんか見てなかったな。まあ、こんな感じで結構難しいです。激ムズの曲があります。まあいいや。こうやって、うわ、むずい、嫌になったら、もう、楽譜をこうやって変えちゃうんです。で、大好きな曲なんで、ドビュッシーの頭皮っていうか、カハンガっていう曲集よく知らないです。ロビッシュって書きたくなっちゃうんですよ、いつも。それ間違ってるのは知ってるんですが、なんかのネタにロビッシュっていうのがあったんですよね。ロビッシュでいいか。これは、日本のイメージが微妙で、僕もこの「とう」という曲で西洋の「とう」をずっと思い浮かべてたんですけど、本当はやっぱり言わなくて言わないことない。